6時33分に今なったとこですね。ズバリ言わせて今日はジャーナリストの鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。いやー、この間92歳で元自民党幹事長の野中宏さんがね、亡くなりました。はい、あの、日曜日早朝のですね、えー、あの、テレビ番組なんか時々対談で出てましたね。みくり屋さなんかやってそうですね。ああいうやつね。 あのホテルで倒れたんですか今回よりもちょっと前だったんですけど、ええあのー、急にホテルで意識を失ってっていうので、救急車で運ばれたっていうんで、ええ、ちょっと夜、ええ、騒ぎになりましてね、それであの本当に運ばれたのかとか、容体はどうなのかとか、はいうので。 あの少しバタバタと私も確認取ったりあああまあこの亡くなる、ずいぶん前ですけどね。なんかだっ,ったらもう、とにかく動きは鈴木さんに聞けっていんねああ。いやいや、そんなことじゃないんですけど、いやいや、そうじゃないんですけど、えー、でそのときはあの、まあ、病院運ばれて、はい、あのあえっ、ー、っていう感じだったんですけど、意識が、ままあ、戻ったのでなんていうことで聞いていたんですけどね。えー 57歳で国政の方に来たということで、うん、非常に遅咲きなんですけれども、うん、あの非常に時々、手厳しいことを言ってましたよね剛腕、まあ、というか、作詞というかです、ね、ええ、勝負師というか、ええあのとにかくこの流れを裏でバーンと作る、その時に、ええ、まに、あ、脅しがあったかどうか分かんないけれども、はいはい、あの行草とね、うん、あの物言いで、やっぱりこう流れをつく作っていくて、まあ、本当にもう。ええ む昔のタイプのね <laughs> あのこういう豪腕な政治家の一人っていう印象ですよね京都のね独万、えー、んを食らったんじゃないかと、えー、あの小泉さんを支援する 青木幹雄幹事長だとか、片山虎之介さんとか当時ね、その人たちをこう批判したと、小沢一郎を悪魔と呼んだ時期もあるし、それと手を組むとかね、手を組むときは、ひれ伏してでもどうなか、なんか非常によくお話になってたようですね、私は実は野中さんがずっと表舞台出世してからというより、その前のね、私、梶山清六さん、幹事長版だったんですよ、で宿舎に、九段の宿舎に梶山さんを訪ねていって、いない時に、 梶山ヤ番記者ってみんなその、野中さんところで、ちょっと言葉あるんるけど、時間つぶしに行くわけですよ。<laughs> まだ野中さんがその梶山さんを支える立場だったから、<laughs> そうするとね、あの、不思議だったのはね、僕もあれ行き出して不思議だったのは、あの、みんな記者がね、野中さんのところの部屋の冷蔵庫を開けるんですよ。ええ、ビール入ってて、ええ、まあ飲め飲めって言うんで、みんな記者が飲んでそこね、なんか喫茶店のサロンみたいになるんですよ。ほうほうで、野中さんはっていうとその椅子にこうちょっと長椅子みたいなう座ってね、ええ 黙ってニコニコして <laughs>、って聞いてるんですよ。で、記者は記者でみんなでわーっとみたいな。だからね、なんかね、親父みたいな感じでしたよね。北は、記者は勝手に冷蔵庫開けて、ビール飲みながら、がら記者同士で談笑するんですよ。それぞれ喋ってて、そ,うそ,うそれを見ながら野中広美さんは、ニコニコして、そそそそうううう眺めてると。ん。だからね、なんていうのかな、あの、その、そう,う <laughs> そういう、そういう僕は印象はすごく強かった。だけど、 親父ですね。年齢的にもそうだし、うん、我々記者、当時の記者たちの、親父のような感じだったから、ええ。有用迫らずなんていうね、そんな感じですね。そうですね。ええ、だからもう本当にそういうタイプの今、政治家いませんけど、ええ、あとはやっぱり戦争体験者。うん、だから、その反戦というものに非常に当時からこだわっていて、ええ、まあ、パッと見ると反戦どころかもう豪腕でね。はい なんかもう仕掛けてくるようなこう迫力なんだけども、やっぱり根っこは自分から、うん、自らの体験もあって、ああ戦争絶対ノーだと。これいね、若い時に軍隊経験もあるんですね。招集されてですね。ね集されてね。うん、あの時代の政治家の方はみんないます。うん、あの時代とともに安全保障も変わっていかなきゃいけないんだけど、あ<は>まあ変わったにしても、絶対にそれを行使しない、つまり戦争はしないために政治は何をするのか。 どん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 安全保障は変わっていくけれども、それと同時にそれを行使しないために何をするかが政治だっていうのは、うん、これも一貫してあの戦争体験の政治家の方おっしゃってましたね。思うのは不和来道がなくて、うん、あの信念がありますよね。護憲にしてもね、うん、その安保にしても反戦にしても、ええええ、そういうね。ええ、あ自らあの明かされてるけども、出自の問題も含めてですね、<ー>やっぱこうある種人間主義的な政治家っていう感じでしょうね。はい じゃあ、若い頃それだけお世話になっていたら、鈴木さんも感無量だったでしょう。いや,、ねいやな、なん、なんですかね。うん、なんかそうやって、だから、うん、戦争体験の方がいなくなっていくのは、はい、もう本当に寂しいというか、これでいいのかなっていう感じはしますよね。はい、鈴木哲夫さんは続いては、7時から登場です。はい、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。今、国会の開会中ですね。 えー、森友家系、え、スパ、いろいろ言われてますけども、えー、安倍さんね、えー、元気に答弁しております。秋になりますとね、総裁選挙があります。で、鈴木さん、今、はい、あの、ぬかが派がですね、ぐち,ぐちゃ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 揉めてるんですけども、総裁選挙で何かこう、存在感を見せようという、こういう動きがあ、うん、あの、あるようですね。そうですね。え<っ>なんか自民党の派閥っていうと、はいうん、なんか最近どうなっちゃったのなんていうのもそうですね。もうね、もうすっかりやれ、 ただこれ、ぬかが派が、まあ、ああのー、非常にこう、結構いるんですね、ぬかが派って。いや、いるんですよ。これね、ええ、あの、高島さんもそうだけど、思い出してほしいんだけど、その、ぬかが派って、まあ、言うとなんかピンとこないんだけれども、ええ、実はかつて形成会、竹下派、ね。そうですか。ね、ええ。うん、で、 形成会にあらずんば、人にあらずなんて言われるぐらいすごかった。そうね。それで、まあ、それが分裂をしました。で、小沢さんたちが出ていって、まあ、今、小沢一郎さんとかね、畑さん、亡くなった畑さんとか、で、あの、残ったのが、小渕恵三さん橋本龍太郎、梶山清六、ええそして、まあ、今のぬかがさん以下で、で、このメンバーって、実は、橋本さんも総理になった。小渕さんも総理になった。あ、本当だ。総裁派閥だったんです。うん。それが、 今、何やってんだと、こういうな、うん、な中の特に古い人、<laughs> いでここであの青木幹夫さんと覚えてますかあ青木さんも実はこの平成権、額賀派っていうか、もう、うん、おぼしからずっといた。 この辺からするとやっぱりこれ、だめだと、それですよね一応、派閥の人数も、この前までは第二派閥だったんですけど、麻生さんのところが合併とかいろいろあって、ですね派閥の順位としても今、党内で3位に下がった三豊明さんなんかね、一緒になっちゃったから総裁候補はっていうと、一応今、茂木さんとかいるんですが、ただ茂木さんなんか、例えば今回もちょっといろいろ問題があったりして、から加藤勝信さんなんかもいるけど、 ちょ何と,と,、ね、と言ってもね本当は小渕優子さんが全面に出てっていうプランがあったんだけど小渕さんもちょっといろいろあってえー、えー、え少しで遅れちゃいましたよねってなこともあって。 これもうそろそろ発言力を強めていかないきゃいけない。影が薄いんだ。そうそう。そのために使うのがやっぱ総裁選だってこと。そこれどういうことかというと、ほほ今ほら、安倍さんが参戦目指して、こう、なんか流れがこう、ねって、石破さんが、なんてやってるけど、はいはい、安倍さんがっていうこう、こう空気がある中でね、あのー、去年の実は石破さんのパーティーなんかにも、えー、この、あの、ぬか<ー>派から竹下さんが、こう、一人<は>だけ、 あの、挨拶に行ってたり、つまり、ぬかが派は,は、わかりませんよと、安倍さんのような主流派にみんな流れてるけど、もしかしたら石場かもしれない。それから、ぬかが派の中からはね、わざとでしょうけど、岸田さんでもいいじゃないかなんて声も出てきてる。つまり、次の総裁選でキャスティング冒頭にいるために、まあ、今存在感を見せよう。そのためには、もっともっと発信力のある、 軒、えーまあ、川さんってすごくいい方なんですよ。<っ>あの私あの昔よく知ってましたけど<っ>だけど、うん、そうもっと発言力が上がっ 上がりそうですね。ある新聞社が。あのね、こう、接着剤みたいな感じの方で、だから、ガチャガチャ揉めてる時にに、かが川さんっていうのは、ぬかがさんっていうのは、こう、力発揮いわゆる派閥を先頭に立って、戦うっていうときには、ちょっとこう、拳しながら突っ込んでいくような、そういうリーダーではないんですよね、統的にこの派閥は 参議院が強いんですね。だから、ええ、だから、青木さんあたり、ええ、まあ、ええ、OB からしてみるとですよ。なるほど。しっかりれって言んので、ことで、うん、まあ、参議院が、こう、ええ、中心になって、この、ええ 会長わみたいな動きになってる、これ背景ですね。物言えぬボスはだめですよ、相手が先輩でやろうと、なんでやろうとね、あの、本当信じたことをね、ズバッとね、会社だってそうじゃないですか、社長の言いなり、誰それの言いなりで、へいへいって言ってるんじゃね、全然、あの部下のね、あの信頼はね、得られませんよね。うんだからまあ、そうか。そうそう、だから人がいいのは、とてもで分からないんですけど、これだけね、まあ、俗っぽく嫌がられちゃって、ぬかが福士郎さんでね、なんで退かないの いや、ああのまそれは彼は彼なりに、かがさんなりにやっぱり、この派閥を率いてきたというプライドもあるでしょうしね、当人は総裁選はないんですかいや、本当は大体派閥のトップが総裁目指してっていう感じじゃないですか、そういうこともできてない派閥ではあるわけですよね伺ってると、この秋の総裁選挙の波乱要因ではありますね、だからここがどう動くか。 つまりそれがそうやって注目されることがこの一連のまあ騒動のまあ狙い目的でもあるということですよね、うん、はい「やじ馬ニュースネットワーク」東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けしますおはようございます高島秀武です今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんでまずこのニュースです 厚生労働省は昨日受動喫煙防止のためファミリーレストランなどの大手チェーン店や新たに開業する飲食店を原則禁煙とすることなどを盛り込んだ新たな対策案を発表しましたしかし例外的に喫煙を認める飲食店を当初の案より多くする方向で調整しており禁煙推進派から交代だと交代だと懸念の声が出ていますオリンピックも控えておりますし 日本にとっては頭の痛いこのね、喫煙問題ですねえ。まず日本放送報道部の森田孝二解説委員です。はい。厚生労働省の推計によりますと、受動喫煙が原因で国内では年間1万5000人が亡くなっているということです。また WHO、世界保健機関と IOC、国際オリンピック委員会は2010年に タバコのののないいいいオリンピックの推進をを掲げてててるるほか公共の場所す屋内はは全面禁煙としている国国55カ国に及んでいます、まあ、こうした流れを受けて厚生労働省は昨日ファミリーレストランなどの大手チェーン店それから新しく開業する飲食店は原則禁煙にして飲食ができない喫煙専用室を設置した場合のみ喫煙できるという自動喫煙防止のための新たな対策案を発表しましたまた数人が急増している 加熱式タバコも規制の対象にするほか病院や学校大学観光庁は原則敷地内も禁煙として喫煙専用室の設置も認めないとしておりますで一方で経営規模の小さなすでにあるお店で一定の面積以下の場合は例外的に喫煙を認めます具体的な面積は明示していないんですが150平方メートル以下を軸に自民党と厚生労働省が最終調整していますで、去年3月の当初の案では 喫煙を認める飲食店の広さを30平方メートル以下にする予定だったんですがその時には自民党の一部議員が反対しまして大幅に面積が広がりましたで、東京都の調査によりますと30平方メートル以下の店は3割程度なんですが これを150平方メートル以下に広げますと9割以上の店で喫煙が OK ということになりまして日本眼が学が会の幹部はこれではザル状態だと意味のある予防にはつながらないと訴えています厚生労働省としては今の国会で法案を成立させるために自民党に譲歩した形と言えそうです一方オリンピック開催地の東京都は国より厳しい条例案を今度の2月の議会に提出する予定だったんですが意見公募では反対が賛成を 上回りまして東京都の条例化も先送りとなりました小池知事はコメントで国の考え方と整合を図っていく必要があるというふうにしてるんですねさてこれ難しい問題というか、まあ、世界的に考えれば、はい、まあ先進国はみんな屋内はもう禁煙ですよね、うん、えこれはもう揺るぎがたい事実であってそうですね でそれをその150平米以上がいいとか、いかがいいとか、そういうことを言ってるっていうこと自体がですね、うんうん、日本には非常にですね、外国から見ればですよ、うん、あの後進国だなというふうに思われちゃうし、だけど、たばこ吸ってる経験のある、私なも長かったですから、はい、そうするとね、どっかで吸えないこの喫煙者っつうのはね、 もう非常につらいですよね。いや、僕も、一日60分ぐらいしてましたから、<laughs> 5年ぐらい前まで。まあ、僕はなんか、あの、やめようと思ったんじゃなくて、ちょっと、あの、うん、病気の関係で、そうです。まあ、やめたんですよねうん、うん。僕はあんまりやめても、あの、んこんな個人的なこと言ってもらえたんだけど、あのあ、あんまり平気だったんですよ。もう、吸ってるときはもう、 タバコやめるときは死ぬときだなんて言ってましたけど、や,けどやめても全然言ってたでしょ、えー、だけどやめてみりゃ平気だったっていう、あだからただ、これ問題やっぱ本質的に、高島さんおっしゃったようにね、うんえー、あの、ど、あのね、法律もこれから作らなきゃいけない、それから、えー、政策としても考える場合に、えー、健康問題なのか、それとも経済問題、つまり飲食店の経営がどうなる、えー、こうなるとかね、えー、経済。えー どっちの経済なのか健康なのかって考えたときにやっぱりこの問題の政策的、法律的立て付けは健康から入らなきゃいけないそれからタバコを吸う人たち、まあ、僕も吸ってたわけで吸う権利もあるし思いもあるわけですねだけどやっぱり吸わない人たちからするといかにこれが迷惑なものかつまりそっち側からのアプローチでこの問題考えなきゃいけないだからどれだけ吸う人たちが っってていいくのかっていうところが僕はポイントだったと思うんですねはっきりとね、受動喫煙うぬんって騒いでいる方たちも、うん、そこまで言うわけっていうようなことも言うんですよ。うん、例えば、タバコを吸ってた人が、うん、今ね、吸ってた、席を外した、うん、その次、そのね、例えば椅子に座ったら、うん、それでね、結構受動喫煙のね、うん、なるんだとか。うんうんうん もういちいちね、ということもうとにかくね、もう坊主に行くけりゃ、今朝までに行くみたいになってるところがあって、<laughs> <え>でそこまで言うとね、ほかに例えば、排ガスだってね、割りもで山ほどあるじゃないかと、そこまで言うんだったらね、あれもこれもそれもなっていくと、うんうん、だからやっぱりもう少し心にゆとりを持ってほしいよなっていうふうなことを言う人もいる、通報、うん、通報、通報、とぼけた人はね、うん、あの養老武史先生とか、うん、いいじゃん。 タバコ俺の知っている後輩のタバコだめだなだギャーギャー言ってるやつなんて全部根拠ないんだよなんて言ってるのを堂々と主張してる人もいるしね、尊けた人になると、日本列島に入るとタバコが吸えますってね、外国人を呼べとかさ、わけのわかんない、それは冗談ですよ、もちろんね。これ、どうしますかだけど、国会で決めることですから、議員が吸いますよね、結構ね。それでやっぱり自民党の議連なんかもそうですけど、やっぱり吸う人も多くて。 あので、でもやっぱり吸う人には吸わない人の気持ちはわからないし、うん、吸わない人には吸う人の気持ちはわからない。うん、まあ、だからさっきも言ったように、この問題、立て付けをどこにするかって、やっぱりこれはもう健康でしょう。だからそこから考えて、どこまで、その、いわゆる、情報できるのかっていうふうに考えなきゃいけないけれども、ね、もこの今のこの案を見てるとですね、はい、出てきてる今、はい、あ出てきてる案を聞くと、やっぱり、これはあの喫煙サイドにかなり、うん、あの、受診が置かれてる感じはします。 小さい居酒屋さんにね、うん、商売上がったりにならないように、うんうん、えそこに配慮しているということですけど、えーえー、あのー、番組の中で、えー、お医者さんが毎日、えー、毎週か、えー、いらして、いろんなことを話してますけど、もう何年にもなりますけど、うん、タバコについてはね、一人としてそれはいいと。 だから、養老先生みたいなのは珍しいそういうことですからね。だから、これやっぱり政治決断になってくるわけです、最後ね。で、あの、僕は思うんだけど、やっぱり条例と、条例っていうのは各地方自治体がやることから国の法律がありますよね。で、実際に東京都はオリンピックもあるし、厳しい条例を作ろうとしていた。で、でもここへ来て国と整合性をっていうのは僕は、小池さんそう、ちらっとおっしゃってるんだけど、それは僕違うと思いますね。だから、東京都は東京都で、あの、あの、厳しいなら厳しいで 独自の条例をやっぱり作る、うんえー、それが例えば国を動かすかもしれないし、国とは整合性が取れなくても、えー、やっぱりある意味、喫煙というのは地域の問題、だからほら、例えば区とか市で、はい、この、われわれの市はもう厳しいですよっていうところがあったりするじゃないですか、そういうところからまた考えてきっかけにもなるわけだから、何も国に合わせてね。 あのやる必要もない、うん、だから、えー、その辺をちょっとど,どうしてそんなに譲っちゃったのかなのって気がします、ね、車のまあ一緒にはならないけどシートベルトなんかと同じでね、うん、昔は誰もやってなかったシートベルトなんて、それがあのきんこんきんこんうるさくなったし、うんえー、それとシートベルトをやるようになったら、交通時間がーとて死者数がね、あの、えー、やっぱりもう目に見えて減ってますね。 やってしまえばねい、うん、いずれ馴染んでいくんんででくだろううと思うんですけどねだその政治判断ですよね,、うん、ねどういうふうな、ね、判断をするんでしょうかまだわかりませんでは続いてはですね世間ではね大変な語り草になっておりますがこの話日本相撲協会の理事候補選挙に貴乃花一門から貴乃花親方と大野松親方が立候補することが協会関係者の話でわかりました 関係者によりますと貴乃花親方については一門の中で支持する票が少なく当選は厳しい情勢とみられますええー、票読みが面白いですね ははいそれででね森田さんです、はい、昨日東京都内で開かれた貴乃花一門の会合では、貴、ま、乃、あ、花親方は、春馬富士暴行問題で役員待遇の委員に降格になったんだから、まあ、世間を騒がせたということで、今回は関脇元益良すの、ね、大野松親方の擁立で一本化しようということで、昨日の一門会でも、貴乃花親方に立候補しないように促す意見もあったということなんですが、うん、本人は立候補への意思が固かったということです。まあ、これで6つののからの立候補 候補者定員の10人を上回る11人の方向となりまして、はい、5期連続の投票、あす立候補の受付が行われて投票あさってでして投票できるのは101人の親方ということです、はいまあ、伊勢ヶ浜親方は春馬富士の親,あの親分ですから親親分じゃない親方ですからあの遠慮してで前回赤っ恥書いたあの元工房山の高島親方、うん 前回一人だけ起こったんですね。一、えー、人だけってかわいそうですよね。で、今回はそういうふうな気配なんですけど。うん、無投票にするために、お前やめろとかね。うんうん、よく、あの、えー、地方議会なんかでそういうふうまたあの事件になってるのもいろいろしてますけど、えー、なんか、そんなことも見え隠れするんだけど、うん、でも、これどうですかね。私はもう一貫して思うんだけど、やっぱりいろいろ今回、の、春馬富士以来、いろんな問題が出て、教会のあり方とかね、こう閉鎖的だとか、いろいろ出てきましたよね。で いつもいいんだけど公益財団法人という国がね公益性がありますよということで認めて承認してそれで税制なんかでも優遇されたりするわけですよね、そういう意味ではやっぱり公共性があるわけだから相撲協会だけの常識じゃなくてこれだけ出てくる例えば理事もね数は10人でいいのかとか投票方法もほら一時、総裁選の時に議員だけじゃなくて党員も入れようとかね。だからその相撲ファン ファンクラブの人たちに投票権を与えるわけじゃないけどもなんかそう投票方法もこれでいいのかとかね、うん、その辺の境会改革みたいなものもやっぱり僕は見据えなきゃいけないと思うんですよね。うん、だけどど,どうしても またその教会の論理になっている。だから今までいろいろ出てきた問題っていうのは結局またどっか行っちゃって、うんはい、また教会の中のその常識の中で理事選っていう選挙が、こう、これまた非常に分かりにくい閉鎖的なものが行われると。<笑><笑>だただ今日の、うん、新聞見てるとい、ねうん、寺尾さんとか港富士さんとか法馬翔さんとか、うん、まあ親方名違いますけども、 え、高野花を応援するために、時津ず一門から出たのかなと思ったら、あの、大野松親方に入れるなんて書いてあるんですよね。で、これちょっと意外っていうかね、えー、高野花さん一人で恥かくっていうケースもあるんじゃないですかね。可能性としてはあのしす、ね、可能性としてはね。ねなんかだけどウルトラシーでなんかいろいろあるんですかね。いやー、だからまあ。ちょっとわかりません、ね、その世界のこう、はい、選挙って感じになってきた感じがしますけど。はい、鈴木哲夫さんでしってことです。そこはどういうことかというと、なるほど。今ほら、安倍さんが参戦目指してこう、なんか流れやこう、えー 石破さんがなんてやってるけど安倍さんがっていう空気がある中でね去年の実は石破さんのパーティーなんかにも額の派から竹下さんが一人だけあの挨拶に行ってたりつまりぬか派は分かりませんよと安倍さんのような主流派にみんな流れてるけどもしかしたら石破かもしれないそれからぬかが派の中からはねわざとでしょうけど。 岸田さんんでももいいいじゃないかなかててて声も出てきてるつまり、次の総裁選でキャスティング冒頭にいるために、ええ、まあ、今存在感を見せよう。そのためには、もっともっと発信力のある、<ー>えー、まあ、ぬくがわさんってすごくいい方なんですよ。ええ、あの、私、あの昔よく知ってましたけど、ええ、だけど、そうもっと発言力発なんか記者の 上がりだそうです。そうですね。ある新聞社のね。こう接着剤みたいな感じの方で、あの、だから、ガチャガチャ揉めてる時に、ぬかがはさんっていうのは、ぬかがはさんっていうのは。こう、力発揮。いわゆる、派閥を先頭に立って、戦うっていう時には、とこう、拳しながら突っ込んでいくような。ちょっと、そういうリーダーではない。で、まあ、調整型。伝統的に、この派閥は。 参議が強いんだから、だから、青木さんあたり、まあ、OB からしてみるとですよ。なるほど。しっかりってので、ことで、まあ、参議院が、こう、中心になって、この、会長変われみたいな動きになってる。これ背景ですね。物言えぬボスはダメですよ。相手が先輩でやろうと、なんでやろうとね、あの、本当信じたことをね、ズバッとね、会社だってそうじゃないですか。社長の言いなり、誰それの言いなりで、へいへいって言ってるんじゃね、全然、あの、部下のね、あの、信頼はね、得られませんよね。なるほどね。うん。だからまあ、そうか。 だから人がいいのは、とて分からないんですけど、これだけね、俗っぽく嫌がられちゃって、かが福士郎さんってね、いんですや、それは彼は彼なりに、ぬかがさんなりにやっぱり、この派閥を率いてきたプライドもあるでしょうしね。当人は総裁選はないんですか。いや、本当は大体派閥のトップが総裁目指してっていう感じじゃないですか。そうういことも ででできてない派閥ではあるわけですよね、うん、伺ってると、はい、この秋の総裁選挙の波乱要因ではありますね向派はねだからここがどう動くか、はい、つまりそれがそうやって注目されることがこの一連の、まあ、騒動の、まあ、狙い目的でもあるということですよねはい「野次馬ニュースネットワーク」東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします おはようございます高島秀武です今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんでまずこのニュースです厚生労働省は昨日受動喫煙防止のためファミリーレストランなどの大手チェーン店や新たに開業する飲食店を原則禁煙とすることなどを盛り込んだ新たな対策案を発表しましたしかし例外的に喫煙を認める飲食店を当初の案より多くする方向で調整しており 禁煙推進派から交代だと交代代だだとと懸念の声が出ていますオリンピックも控えておりますし、日本にとっては頭の痛いこのね、え喫煙問題ですねえ。まず日本放送報道部の森田浩二解説委員です。はい厚生労働省の推計によりますと、受動喫煙が原因で、国内では年間1万5000人が亡くなっているということです。また WHO 6時33分に今なったとこですね。ズバリ言わせて今日はジャーナリストの鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。いやー、この間92歳で元自民党幹事長の野中宏務さんがね、亡くなりました。はい、あの、日曜日早朝のですね、えー、あの、テレビ番組なんか時々対談で出てましたね。みくり朝さなんかやってそうですね。ああいうやつね。 ホテルで倒れたんですか今回よりもちょっと前だったんですけど、ええあのー、急にホテルで意識を失ってっていうので、救急車で運ばれたっていうんで、ええ、ち,ょちょっと夜、ええ、騒ぎになりましてね、それであの本当に運ばれたのかとか、容体はどうなのかとか、はいうので。 あの少しバタバタと、私も確認取ったりあああまあこの亡くなる、ずいぶん前ですなんかあったら、もうとにかく動きは鈴木さんに聞けって言うんで、ねああ、いやいや、そんなことじゃないんですけど、いやいや、そうじゃないんですけど、えーえー、でその,時はあのまあは病院に運ばれて、あの、はい、あえっ、ー、っていう感じだったんですけど、意識が、ままあ、戻ったのでなんていうことで聞いていたんですけどね。えー 57歳で国政の方に来たということで、うん、非常に遅咲きなんですけれども、うん、あの非常に時々手厳しいことを言ってましたよね。まあ、剛腕というか、うん、その、まあ、策士というかですね、ええ、勝負師というか、ええ、あの、とにかく、この流れを裏でバーンと作る、その時に、ええ、まあ、脅しがあったかどうか分かんないけれども、はいはい、あの行僧とね、うん、あの物言いで、やっぱりこう流れをつく作っていくって、まあ、本当にもう、ええ む昔のタイプのね、<laughs> あのこういう豪腕な政治家の一人っていう印象ですよね京都のね、独万んを食らったんじゃないかと、えー、あの小泉さんを支援する。 青木幹雄幹事長だとか片山虎之介さんとか当時ね、うん、その人たちをこう批判したと、うん、で小沢一郎を悪魔と呼んだ時期もあるしそ,、ね、それと手を組むとかね手を組む時はひれ伏してるのと,とかね、うん、なんか非常によくお話になってたようですねあのね、ええ、私は実は野中さんがそのずっと表舞台出世してからというよりその前のね、ええ、私梶山清、ええ、六さん幹事長番だったんですよで,す、ね、で宿舎に九段の宿舎に梶山さんを訪ねていってこういない時に梶山、はい 梶山番記者ってみんな、その野中さんところで、ちょっと言葉あるけど、時間つぶしに行くわけですよ。<laughs> まだ野中さんがその梶山さんを支える立場だったから、<laughs> ええええ、そうするとね、あの不思議だったのはね、僕もあれ、行きだして不思議だったのはあの、みんな記者がね、野中さんの,ところの部屋の冷蔵庫を開けるんですよ。ええ、でビール入ってて、ええ、まあ飲め飲めっていうんで、ええ、みんな記者が飲んで、そこね、なんか喫茶店のサロンみたいになるんですよ。で、野中さんはっていうと、椅子にこうちょっと長い椅子みたいなこう座ってね。ええ 黙ってニコニコしてう <laughs> んって聞いてるんですよで記者は記者でみんなでわーっとみたいなだからねなんかね親父みたいな感じでしたよね北は記者は勝手に冷蔵庫開けてビール飲みながらそれぞれ喋っててそ,うそ,うそれを見ながら野中宏美さんはニコニコして,てそう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 眺めてるだからねなんていうのかなあのそのそういう僕は印象がすごく強かっただけど 親父ですね、年齢的にもそうだし、うん、我々記者、当時の記者たちの、親父のような感じだったから、ええ。有用迫らずなんていうね、そんな感じですね。そうですね、ええ、だからもう、本当にそういうタイプの今、政治家いませんけど、ええ、あとはやっぱり戦争体験者、うん、だから、その反戦というものに非常に当時からこだわっていて、ええ、まあ、パッと見ると、反戦どころかもう豪腕でね。はい なんかもう仕掛けてくるような、こう迫力なんだけども、ええ、やっぱり根っこは自分から、うん、自らの体験もあって、ああ戦争絶対ノーだと。これはいね、若い時に軍隊経験もあるんですね。招集,、ね、集されてね。集されてね。あの時代の政治家の方はみんないます。うん、あの時代とともに安全保障も変わっていかなきゃいけないんだけど、あ<は>まあ変わったにしても、絶対にそれを行使しない、つまり戦争はしないために政治は何をするのか。どん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 安全保障は変わっていくけれども、 それと同時にそれを行使しないために何をするかが政治だっていうのは、うん、これも一貫してあの戦争体験の政治家の方おっしゃってましたね。思うのは不和雷道がなくて、うん、あの信念がありますよね。語圏にしてもね、うん、その安保にしても反戦にしても、えーえー、そういうね。えー、自らあの、明かされてるけども、うん、出自の問題も含めてですね、<ー>やっぱこうある種人間主義的な政治家っていう感じでしょうね。はい じゃあ、若い頃それだけお世話になっていたら鈴木さんも感無量だったでしょう。いや,、ねいや、なん、なんですかね。うん、なんかそうやって、だから、うん、戦争体験の方がいなくなっていくのは、はい、もう本当に寂しいというか、これでいいのかなっていう感じはしますよね。はい。鈴木哲夫さんは続いては、7時から登場です。はい。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。今、国会の開会中ですね。 え、森友家系、え、スパ、いろいろ言われてますけども、えー、安倍さんね、えー、元気に答弁しております。秋になりますとね、総裁選挙があります。で、鈴木さん、今、あの、はい、ぬかが派がですね、ぐち,ぐちゃ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 揉めてるんですけども、総裁選挙で何かこう、存在感を見せようという、こういう動きがあ,、うん、あ,のあるようですね。そうですね。えー、なんか自民党の派閥っていうと、はいうん、なんか最近どうなっちゃったのなんていうのもそうですね。ねもう、すっかりあれ、えー ただこれ、ぬかが,はがまああのー、非常にこう結構いるんですね、ぬかがはっていや、いるんですよ、これね、ええあの、高島さんもそうなんで、思い出してほしいんだけど、そのぬかが派って、まあ、言うと、なんかピンとこないんだけれども、ええ、実はかつて京成会、竹下派です、ね。 形成会にあらずんば、人にあらずなんて言われるぐらいすごかった。そうたね。それで、まあ、それが分裂をしました。で、小沢さんたちが出ていって、まあ、今、小沢一郎さんとかね、畑さん、亡くなった畑さんとか、で、あの、残ったのが、小渕恵三さんから、橋本龍太郎、梶山清六、えそして、まあ、今のぬかがさん以下で、で、このメンバーって、実は、橋本さんも総理になった。小渕さんも総理になった。あ、だ。総裁派閥だったんです。それが、 今、何やってんだと。こういう、な、中の特に古い人、うん。 でここであの青木美幸さんと覚えてますか？ああ覚えてます参議院のドいた青木さんも実はこの平成権向川派っていうかもうおブシャからずっといてこの辺からするとやっぱりこれダメだとそれで竹下さんの秘書ですよね。そうそうで一応派閥の人数もこの前までは第二派閥だったんですけど麻生さんのところがあのまあ合併とかいろいろあってですね派閥の順位としても今党内で三位に下がった。三党合戦なんかね一緒になっちゃってから総裁候補はっていうとまあ一応今あの もてぎさんとか、いるんですが、ただまあ、もてぎさんなんか、例えば今回もちょっといろいろ、ね、あの、ね、<行>あの、問題があったりして、て <laughs> だから加藤勝信さんなんかもいるけど、えー、まあちょっと若いし、ね、で、なんと言ってもね、本当は、小渕優子さんが,ててがん、全、えー、面に出てっていうプランがあったんだけど、小渕さんもちょっといろいろあって、えー、え少しこう、で、えー、遅れちゃいましたよね、ってなこともあって、 これもうそろそろ発言力を強めていかなきゃいけない影が薄いんだそうそうそのために使うのがやっぱり総裁選だ、うんえー、保険機関と IOC 国際オリンピック委員会は2010年にタバコのないオリンピックの推進を掲げているほか公共の場所すべてを屋内は全面禁煙としている国は55カ国に及んでいますまあ、こうした流れを受けて厚生労働省は昨日ファミリーレストランなどの大手チェーン店それから新しく開業する飲食店は原則禁煙 にして飲食ができない喫煙専用室を設置した場合のみ喫煙できるという受動喫煙防止のための新たな対策案を発表しましたまた数人が急増している加熱式タバコも規制の対象にするほか病院や学校 高大学観光庁は原則敷地内も禁煙として喫煙専用室の設置も認めないとしておりますで一方で経営規模の小さなすでにあるお店で一定の面積以下の場合は例外的に喫煙を認めます具体的な面積は明示していないんですが150平方メートル以下を軸に自民党と厚生労働省が最終調整していますで去年3月の当初の案では喫煙を認める飲食店の広さを30平方メートル以下 にする予定だったんですがその時には自民党の一部議員が反対しまして大幅に面積が広がりましたで、東京都の調査によりますと30平方メートル以下の店は3割程度なんですがこれを150平方メートル以下に広げますと9割以上の店で喫煙がオッケーということになりまして日本眼学会の幹部はこれではザル状態だと意味のある予防にはつながらないと訴えています、まあ、厚生労働省としては今の国会で法案を成立させるために自民党に 情報した形と言えそうです一方オリンピック開催地の東京都は国より厳しい条例案を今度の2月の議会に提出する予定だったんですが意見公募では反対が賛成を上回りまして東京都の条例化も先送りとなりました小池知事はコメントで国の考え方と整合を図っていく必要があるというふうにしているんですねさてこれ 難しい問題というか、まあ、世界的に考えれば、はい、まあ先進国はみんな屋内は禁煙ですよ、ね、うんえー、これはもう、ねえー、揺るぎがたい事実であって、そで,、ね、でそれをその150平米以上がいいとか、以下がいいとか、えー、そういうことを言ってるっていうこと自体がですね日本には非常にですね外国から見ればですよ、うん、あの後進国だなというふうふに思われちゃうし、だけど、たばこ吸ってる経験のある、私なんかも長かったですから、はい、そうするとね、どっ 中で吸えない、この喫煙者っいうのはね、もう非常につらいですよね。いや、僕も、一日60分ぐらい吸ってましたから、<laughs> ら<い> <laughs> 5年ぐらい前まで。ええ、まあ、僕はなんか、あの、やめようと思ったんじゃなくて、ちょっと、病気の関係で、そうです。まあ、やめたんですよねうん、うん。僕はあんまりやめても、あの、ええ、こんな個人的なこと言ってもらえたんだけど、うん、あのあ、あんまり平気だったんですよ。もう、吸ってる時はもう、 タバコやめるときは死ぬときだなんて言ってましたけど、や,てけどやめても全然、言ってたでしょ、えー、だけど、やめてみりゃ平気だったっていう、あただ、これ問題はやっぱ本質的に、高島さんおっしゃったようにね、あのね、法律もこれから作らなきゃいけない、それから、えー、政策としても考える場合に、えー、健康問題なのか、それとも経済問題、つまり飲食店の経営がどうなる、えー、こうなるとかね、えー、経済。えー どっちの経済なのか健康なのかって考えたときに、やっぱりこの問題の政策的、法律的立て付けは、健康から入らなきゃいけない。それから、タバコを吸う人たち、まあ僕も吸ってたわけで、吸う権利もあるし、思いもあるわけですね。だけど、やっぱり吸わない人たちからすると、いかにこれが迷惑なものか。つまり、そっち側からのアプローチでこの問題考えなきゃいけない。だから、どれだけ吸う人たちが、 譲っていくのかっていうところが僕はポイントだったと思うんですねはっきりとね受動喫煙うぬ縫って騒いでいる方たちも そこまで言うわけっていうようなことも言うんですよ。うん、例えば、タバコを吸ってた人が、今ね、吸ってた、席を外した、うん、えその次、そのね、例えば椅子に座ったら、うん、それでね、結構自動喫煙のね、うん、なるんだとか、うんうん、もういちいちね、ということは、もうとにかくね、もう坊主に行くけりゃ、今朝までに行くみたいになってるところがあって、<laughs> <え>でそこまで言うとね、ほかに、例えば、排ガスだってね、割りもで山ほどあるじゃないかと、そこまで言うんだったらね、 あれもこれもそれもなっていくと、ね、だからやっぱりもう少し心にゆとりを持ってほしいよなっていうふうなことを言う人もいる。うん、ああ、複雑、ね、そうな、うんです。で、とぼけた人はね。うん あの養老孟先生とか、うん、いいじゃん、タバコ <laughs> ね <laughs> 俺のあれだよ知っているあの後輩のタバコダメだめだなだギャーギャー言ってるやつなんて全部根拠ないんだよなんて言っての堂々と主張している人もいるしね、ね <laughs> けた人になると、日本列島に入るとタバコが吸えますって、ねうん、外国人を呼べとかさ、うん、わけのわかんない、<ー>それは冗談ですよ、もちろんね。えー これどうしますかだけど、国会で決めることですから、いや、あの議員が吸いますよね、<や>結構ねそれでやっぱり自民党の議連、ねうん、なんかもそうですけど、やっぱりあの吸う人も多くて、多いですよねあので,でもやっぱり吸う人には吸わない人の気持ちはわからないし、うん、吸わない人には吸う人の気持ちはわからない、うんまあ、だからさっきも言ったように、この問題、立てつけをどこにするかって、やっぱりこれはもう健康でしょう、だからそこから考えて、うん、どこまでそのいわゆる情報できるのかっていうふうに考えなきゃいけないけれど、ね、どうもこの今のこの、 あの案を見てると、ですね、はい、出てきてる今、はい、出てきてる案を聞くと、やっぱりこれはあの喫煙サイドにかなり重心が置かれている感じしますか、ね、に小さい居酒屋さんにね、うん、商売上がったりにならないようにうん、うんえ、そこに配慮してるということですけど、ええええ、あの番組の中でえお医者さんが毎日、え毎週か、ええ、いらして、いろんなことを話しますけど、もう何年にもなりますけど。うん タバコについてはね、一人としてそれはいいと言った人はいないですよ。だから、養老先生みたいなのは珍しいそういうことですからね。だから、これはやっぱり政治決断になってくるわけです、最後ね。で、あの、僕は思うんだけど、やっぱり条例と、条例っていうのは各地方自治体がやることから国の法律とありますよね。で、実際に東京都はオリンピックもあるし、厳しい条例を作ろうとしていた。で、でもここへ来て国と整合性をっていうのは僕は、小池さんそうちらっとおっしゃってるんだけど、それは僕違うと思いますね。だから。すね。 東京都は東京都で、うん、あの、あの厳しいなら厳しいで、独自の条例をやっぱり作る、うんえー。それが例えば国を動かすかもしれないし、国とは整合性が取れなくても、えー、やっぱりある意味喫煙っていうのは地域の問題。だからほら、例えば区とか市で、はい、この地、えー、我々の市はもう厳しいですよっていうところがあったりするじゃないですか。そういうところからまた考えてきっかけにもなるわけだから、えーえー、あの何も国に合わせてね、 あのやる必要もない、うん、だから、えー、その辺をちょっとど,どうしてそんなに譲っちゃったのかなのって車の、まあ、一緒にはならないけどシートベルトなんかと同じでね、うん、昔は誰もやってなかったシートベルトなんて、それがきんこんきんこんうるさくなったし、うんえー、それとシートベルトをやるようになったら、交通時間死者数がね、あの、えー、やっぱりもう目に見えて減ったからやっぱりね、全面きんって。 やってしまえばね、うん、いずれ馴染んでいくんだろうと思うんですけどね。その政治判断ですよね、うん。ね、どういうふうなね判断をするんでしょうか。まだわかりません。では続いてはですね、世間ではね大変な肩荷さんになっておりますがこの話。